オープン AI が新しい AI モデル O1 をリリースしました。これ結構楽しみですね。Android 版のジェミニアプリで無料で利用できるようになりました。これはチャット GPT にない強みですね。なんでそんな機能をつけたのかよくわからないですけど。はい、ということで今日の動画なんですけども、今日は直近1週間の AI ニュースまとめて紹介していこうと思います。まず1つ目のニュースです。オープン AI が新しい AI モデル O1 をリリースしました。これかなり話題になっていて、別の動画でもすでに紹介しています。見てない方はぜひね、そちらも見ていただけると嬉しいです。はい、O1 は複雑な問題を解くことに特化した AI です。GPT-4o よりも数学とかコーディングみたいな複雑な問題とかタスクをやることが得意です。で、今2つのモデル用意されています。O1 プレビューと O1 ミニですね。O1 プレビューの方が高性能で、O1 ミニの方がスピードが速くてコーディングが得意なモデルという感じで理解しておいてもらえたら OK です。今はチャット GPT の有料プランだとチャット GPT でこの O1 プレビューと O1 ミニを利用することができます。API でも利用することができるんですけども。で、リリース当初の O1 利用制限かなり厳しかったんですけど、今はかなり緩和されてきています。で、どのぐらいかっていうとですね、O1 ミニの方が週50件しか利用できなかったんですが、これが1日50件まで利用できるようになっていて、プレビューの方が週30件から週50件に増えているって感じですね。まあ、週50件ってなかなかね、厳しいんですけども、まあ、徐々にね、この辺もまだまだ緩和されてくるかなと思うので、もう少し待ちたいですね。はい。で、今のところファイルのアップロード機能とかブラウジング機能っていうのは対応していないんですけど、今後対応予定ということで、将来的にはチャット GPT の無料ユーザーも O1 ミニを利用できるようにするらしいので、O1 使いたい方、ぜひ待っていてください。続いて、ゲンスパークが世界初の非同期 AI エージェント、ゲンスパークオートパイロットエージェントを発表。はい。これまでのネット検索だと、まあ自分の知りたい情報にたどり着くまでに、検索キーワードを何回も変えたりとか、あとは出てきた検索結果の表示されたリンクを一つずつクリックして、自分の求めている情報がどこにあるのかっていうのを探さなきゃいけなくて、結構難しかったんですよね。検索が苦手っていう人って多かったりするんですけども。今回、ゲンスパークがリリースした、このオートパイロットエージェントは、時間のかかるタスクを自動的に処理することができます。はい、まあ、調べたい内容を入力すると、AI エージェントが自動的にタスクとして理解して、Wikipedia とか、そのネットの記事とか、レビューとか、信頼できる複数の情報源から情報を収集分析してくれるという感じですね。で、それが数分以内に調査結果の概要をわかりやすくまとめたレポートを、その見ることができるようになるっていう感じですね。はい、しかもこれが、非同期で行われるので、だから別にずっとね、その画面を見ていないといけないかって言われたらそんなことなくて、全然その処理が終わるまで別の処理をしていて、処理が終わったらその結果を見るっていうことができるっていう感じですね。ゲンスパークに関してはパープレキシティと同じようなもんだと思ってください。AI 検索エンジンですね。はい。まあ、パープレキシティよりも新しくて注目されているのはゲンスパークっていう感じですね。はい。続いて、ミストラルがマルチモーダル AI ピクストラル 12B を発表です。はい。これ、画像とテキストの両方で理解できる、ミストラル初のマルチモーダル AI となっています。画像とテキストの両方で学習しているので、最初から両方とも理解することができます。で、いろんなね、画像サイズとかアスペクト比に対応しているので、一度に12万8000トークンまで処理することができます。Apache 2.0 っていうライセンスで公開されているので、オープンソースとして誰でも自由に利用することができるので、興味あったら使ってみてください。ハギングフェイズの方でダウンロードできて、ドルチャットですかね、っていうミクストラルの AI チャットボットサービスで使うことができるので、気になる人はぜひ試してみてください。はい、続いて、Google がジェミニライブチャットを Android で無料提供開始ですね。ジェミニライブチャット、5月に発表されたジェミニと自然に会話ができる音声機能ですね。まあ、非常にスムーズに話すことができて人間と会話しているみたいということで結構話題になっています。今まで有料プランのジェミニアドバンストに加入しているユーザーしか利用できなかったんですけども、9月13日から Android 版のジェミニアプリで無料で利用できるようになりました。ただ、残念なことに、これ今のところ英語しか使えないので注意してください。で、10種類の音声から好みのものを設定できて、Gmail とか、Google マップとか、Google のいろんなアプリとかツールと連携できるっていうところが特徴ですね。これはチャット GPT にない強みですね。そのジェミニを作ってる Google がやってる Gmail とか Google マップ。だからこそそのジェミニとの連携が強いっていうところで、チャット GPT はね、そういうことができないので。で、チャット GPT の方にもアドバンストボイスモードっていう音声機能あるんですけども、まあそれに対抗してジェミニライブチャットっていうものを作ったっていう感じですね。これも今後数週間以内に他の Android メーカーのデバイスとか iOS 他の言語にも対応する予定ということで、これは結構楽しみですね。続いて Adobe が動画生成 AI Adobe Firefly ビデオモデルを発表しました。Adobe といえば画像とか動画の編集ソフトを開発している大手の企業ですね。Photoshop とかイラレとか、この動画を編集しているのもプレミアっていうソフトなんですけども、そういうのを提供している会社と。あと今回動画生成 AI なんですけど、もともと Firefly っていう画像生成 AI がありました。で、これの動画版ですね。はい。で、Adobe は動画編集ソフトのプレミアプロに
生成 AI を活用した Firefly ビデオモデルっていうのを搭載して年内にベータ版を提供するっていうふうに発表しています。で、特徴に関しては画像生成 AI Firefly と同じなんですけど、商用利用可能なコンテンツのみで学習しているので、商用利用でも安全に活用できるっていうことですね。なんで画像生成 AI って割といっぱいあるんですけども、ただ作られた画像が何かの著作権を侵害してるっていうのはあり得るわけですよ。だからドラえもんを知らない人が画像生成 AI 使ってなんかロボットの画像を作ったら、それが実はドラえもんにめちゃめちゃ似ていたと。まあ AI が作ったものなんですけど、結局そのドラえもんにめっちゃ似てるものをどこかのあのサイトとかね、そういうところで使うとドラえもんの著作権を侵害してるっていうので訴えられたりする可能性があるんですけど、ただこの Firefly とか Firefly ビデオモデルに関しては著作権をクリアしたものだけで学習しているので、そこから生成されるものっていうのも著作権をクリアしているもので、他の画像生成 AI とか動画生成 AI よりも安全に使えるっていう、そういうイメージですね。今、ウェイティングリストが用意されているので、最新情報とベータ版にアクセスしたい方は、ぜひウェイティングリストに登録してみてください。続いて、マイクロソフトがマイクロソフト365コーパイロットの機能追加を発表ということで、マイクロソフト365コーパイロットですね。これ、今までコーパイロット4マイクロソフト365と呼ばれていたサービスです。また名前変わったんかい。もう言っててもわけわかんないんですけど、正直何が何か名前聞いただけでわからないんですけど、これどうするんですかね、この名前のわかりにくさは。はい。で、今回のアップデートだと、チームの連携強化するコーパイロットページとか AI アシスタントを簡単に作成できるコーパイロットエージェントが追加されました。コーパイロットページの方は、あのチーム全体でデジタルキャンパスを共有できるような機能ですね。コーパイロットとのやり取りとか、データの保存共有とか、そういうものがチームメンバーの間でスムーズにできるようになるようなもので、コーパイロットエージェントの方がチャットボットみたいな AI アシスタントをノーコードで作成できるような機能ですね。まあ、これちょっとあんま詳しいところわからないんですけど、GPTs とか、まあ、そういうイメージでいいのかなと思います。あの、専門的な知識とかそんななくても、簡単な操作でユーザーサポートとか、FAQ とかの対応みたいなのを自動化する AI アシスタントを構築できるということで。さらに、Microsoft 365 Apps、にも、コーパイロット機能っていうのが追加されて、Excel だとコーパイロットを活用することでデータ処理とかそんなのを効率的にできるようになりました。他にもパブリックプレビュー版として、コーパイロットイン Excel with Python ですね。これも実装されています。これ使うことで Python をノーコードで利用して、高度なデータ分析ができるようになるという感じですね。はい。なんで、いろんな機能が追加されています。まあ、この他にもね、あの、いろんなアプリでコーパイロット機能っていうのが追加されているので、気になる方は調べてみてください。続いて、Google が AI メモ作成アプリ Notebook LM に音声で資料を解説してくれる機能を追加ということで、Notebook LM、PDF とかテキストファイル、あと URL とかそんなのをアップロードすると AI がその内容を理解して、要約とか、まあ、提案をしてくれるようなアプリとなっています。で、今回追加された機能に関しては、アップロードした資料の内容ですね。二人の AI ホストが会話形式の音声で分かりやすく説明してくれるっていうものですね。なんでそんな機能をつけたのかよくわからないですけど、まあでも便利っちゃ便利なんですかね。まあ、しかもその解説してくれてる時に、時々冗談を交えながら解説してくれたりとか、飽きさせないような工夫がされているっていう感じですね。で、生成された音声に関してはすぐに再生もできるし、ダウンロードして後で聞くっていうこともできます。ただ、ベータ版の機能なんでね、日本語のソース読み込ませても生成される音声は英語のみっていう感じになっています。あとは、読み込む資料のサイズがめちゃめちゃ大きいと、生成するのに、音声生成に時間かかったりとか、内容が正確じゃないことがあるので、その辺は注意をしてください。はい、ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。今後も最新 AI についてどんどん解説していこうと思うので、よかったらチャンネル登録してください。あと、8月2日に、チャット GPT& コーパイロットの教科書という本を出版させていただきました。紙の本ですね。全国の書店、アマゾン、楽天などで売っているので、よかったら手に取っていただければと思います。中はフルカラーでイラストたくさん入っていて、非常に読みやすい本になっています。AI 始めたい人とかね、まだ AI そんなに触ってないっていう方、ぜひ読んでいただけたら参考になるので、買っていただければと思います。で、この本買っていただいたらね、ぜひアマゾンでレビューをしていただけると嬉しいです。あの、レビューの文章を書くのがめんどくさければ、評価だけね、つけてもらっても大丈夫なので、よろしくお願いします。ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。無料コンサルは基本的に LINE による質問と回答っていう形なんでしょうか。そうです。まあ、最近ブログの無料コンサルというのをやってるわけなんですけども、それは LINE で質問してもらって、それに回答するという感じで
やっています。まあ募集したのちょっと前なんですけど、無料コンソールで募集したのちょっと前なんですが、3週間ぐらいかな、2、3週間ぐらいして、まあ稼働してるっていう感じで、まあ最近無料コンソール始めてるんですけども。なんかね、まあその無料コンサルやってる目的自体は全然収益のためっていう感じではないんですけど、無料なんでね。別にその後に有料のコンサル売ってるわけでもないですし、まあ、そもそも有料のコンサル自体全くやってないんで、あれなんですけど。まあ動画とかでもね、一応喋ってはいるんですけど、あんまり知らない人もいるかもしれないので、一応言っとくと、まあ有料のコンサルに騙される人が減ればいいなとは思っています。まあそもそものスタンスとして別にコンサル全部ダメだとか全然思ってるわけじゃなくて、まあコンサルに意味のあるものもあるんですけど、まあブログのコンサル特にそうなんですけど、まあ、やっぱり、詐欺的な、あくまで、詐欺ではないけど、詐欺的なコンサルが多かったりするんで、まあ要するに高いお金、30万とか40万とか払うけど、結局全然結果出ないみたいなのが多かったりするんで、まあそれはどっちの問題もあるんですけど、コンサルやる側もあれば申し込む側の問題もあるんですけど、まあでも結果的に結果が出ないっていうのは同じなんで、だからそういうのを考えたときに、なんかそういうコンサルに騙される人が減るといいなと思って無料コンサルやってます。まあこれあくまで、枠が限られてるんで全員申し込めるわけじゃなくて、今一旦60人ぐらいかな。60人ぐらい募集して申し締め切ってるんで、まあできれば来月中ぐらいにもう50人ぐらい増やそうかなとも思ってるんですけど、まあそれは稼働状況というか質問の状況によって変えたいなっていう感じで。思ってます。で、無料のコンサル自体、これ昨日やった Webshock TV の方の配信でも言ったんですけど、その別にこの無料コンサルで稼げるようにしたいって思いは全くないんです。まあこんなん言ったら申し訳ないんですけど、無料のコンサル受けたぐらいで稼げるようになったら誰も苦労しないんで。だから、それで稼げるようにしたいっていう思いは全くなくて、もちろんアドバイスについては普通に真剣にやるし、まあ稼げるようになってくれたら嬉しいっていうのはあるんですけど、まあそんなに簡単なもんでもないので、だからさっきも言ったように、この無料のコンサル自体、目的が有料コンサルに騙される人が減ればいいなっていうあれなので、だから、このコンサルで稼げるようになりましたっていう声よりも、どっちかっていうと、自分に有料コンサルは必要ないんだなって思いました。みたいな感想の方が増えるだろうし、まあそういう感想が増えればいいなと思ってやっています。っていう感じ。まあ本当に難しいんです。純粋にできないことに対してのアドバイスだけじゃないので、もうモチベーションがなくて作業できないみたいな話になってきちゃう。これブログだけじゃなくて何でも同じなんですけど、まあそんなにね、言ったら知らんがなって話なんですよ。モチベーションないとかって。これこっちにはどうしようもないんで。でもこれなんとかしないと稼げるようにならないんで。ほとんどの人がそれで悩んでるわけなんで。まあだから、その有料のコンサル成立しないよね。だから仮にその有料のコンサルやってる人がモチベーションまでなんとかしますみたいな。モチベーションない人のモチベーション上げるっていうところまで、ちゃんとサポートするんでっていうんだったらまだあれなんですけど、まあそんなんやってるところはないです。絶対にない。なぜならそんなことをやろうと思ったらめっちゃお金かかるから。めっちゃお金かかるし、めっちゃ難しいし。それができるんだったらわざわざそんなものをサービスとして提供しないから。そんなのサービスとして提供しないで普通に従業員雇えばいいんです。だってモチベーションない人でもやる気にさせるってすごい仕組み作れてるわけなんで。モチベーション、やる気がない人を入れて、その人のモチベーションを上げて教育して稼がせるようにすれば会社の売り上げめちゃくちゃ上がります。これは多分100億円でも200億円でも稼げるでしょう。まあでもそれをしないってことはやっぱりそういうことができないってことだから。だからほとんどの人にとっては無価値です、ね。そのコンサルは。だからそんなもんにお金使うなよ。いうのを言いたいがための無料コンサル。ゼロからインスタをやろうと思った場合、資金がある場合、まず最初に代行サービス利用して軌道に乗せてからがいいと思いますか？いや、思わないです。思わないですね。なんでかっていうと、できないです。そんなこと。これってすごい大いなる矛盾をはらんでいて、何かっていうと、そもそも代行サービス利用して軌道に乗ってるんだったら、その代行サービス利用し続けるでしょ。うまくいってる代行サービスを切る意味なんて全く何もなくて。代行サービスやめるときは、その代行サービスうまくいってないときです。だから、そんな状況になりません。代行サービスに頼んで軌道に乗るっていうこと自体が、まず限りなく難しいと思った方が、それでも成功、代行サービスとはいえ、成功率なんて多分2割3割やったらいいとこじゃないですか。2人に1人も成功しないです。だからそのぐらいのもんなんで。あとは、自分側の努力もめっちゃいる。これ代行サービスで丸投げしてどうこうなるかって言ったらどうもならない。まだこれさっきと同じなんですけど、ほんまに代行サービスに丸投げしてうまくいくんだったら、この代行サービスやってるところは自分でやるんですよ。自社でやる。わざわざそんなの代行で他人のやつをやってあげる理由なんて全く何もなくて。だから自社だけじゃできない。自社だとうまくいかないとか、自社だけじゃできないからやる。代行サービスとして。だから例えば、代行サービスやってるところって素材がないわけじゃないですか。例えばブログ、まあビジネスでいいよ。ビジネスに関するアカウントを育てたいと思っても、まあビジネス良くないか、あんまり例え、なんだろうな、テニスでいいや。じゃテニスの、アカウントを育てたいって言っても、そのテニスの実績持ってる人とか、テニスめっちゃ上手い人がいなかったら、そのアカウントって育てられないじゃないですか、代行会社。
の、その本体がやったとしても。だからどうするかっていうと、テニスの実績とか、テニスのプロと組んでやることで、そのプロの実績だとか、素材が代行サービスの会社に入ってくるんで、その素材を使ってアカウントの運用ができる。これって、お互いにないものを保管してるわけじゃないですか。例えば、そのプロのテニスプレイヤーは時間がないし、ノウハウがないから代行サービスに依頼したい。で、代行会社はそういうテニスの実績とか素材ないから、それをプロから提供してもらいたい。ここで、お互いに保管ができてます。でも、その保管ができない限り、例えば何にも投げないで、とにかく代行会社にお金で払って、じゃあ代行会社がやってうまくやってうまくいかない。それでうまくいくんだったら代行会社はわざわざ代行なんてしないか。代行なんてしないで自分のところでやれば、それで丸儲けなのに、それを代行する理由って何なの？って言うと、結局自分のところだと儲からない、うまくいかないから代行会社。だから、めちゃくちゃ、理想論なんで、多分そういう感じにはならない。まあ、資金がある場合はっていうのがあるんで、別に資金があるんだったら別にうまくいこうがどっちでもいいと思うので、成り得てみたらいいんじゃないかなと思いますけど。でもそれがいいとはあんまり思わないです。なんだろうね。ほんまに、僕もいろんな代行に投げてきてるし、いろんな人の話を聞くけど、例えばインスタを頼むときに代行会社に丸投げしてうまくいくかって言ったら、やっぱりうまくいかなくて、自分もそのインスタをどう運用したらいいのかとか、そういうのが分かる状態にならないとうまくいかないっていう感じですかね。まあそれ最初は分かんなくていいんですよ。代行会社と一緒にやっていくうちに、いろいろと分かってくるものなので、そういう経験値を積んで勉強して、そうすると、うまくいくみたいなイメージです。これなんでかっていうとですね、これもある程度言語化できるんですけど、そうじゃないと適切な素材渡せないんです。要はこういうものがいいよねっていうのを、お互いに共有しとかないと、さっきも言ったけど、素材渡すのは、その頼む人なんですよ。だからうちの会社が、例えばあいめこさんの、インスタの運用代行を頼むときに、素材作るのはこっちじゃないですか。で、もちろん向こうからもこんな素材欲しいですって言われるんですけど、こっちがそれを本当に理解できないと、そんないい素材渡せないんです。だからうまくいかない。なんで結局、代行サービスでうまくいこうと思ったら、最終的には、自分で、インスタ運用しても、ある程度運用できるぐらいの運用力というか、知識とか経験とかそういうのがないと、結局うまくいかない。まあこれ、どこの多分代行会社に行ってもそうだと思いますけどね。その代行でうまくいかせるみたいなことを言ってるんだったら、まあ結果出すみたいなところに別にコミットしてない代行会社は別にそれでいいと思いますけどね。なんていうか、はいか。まあ一旦そんな感じ。長くなっちゃいそう。マーケティング論をあまり意識せずに経験的にやってきたことが理論的に説明されていると思うことあります。ただ、マーケティング論を学ぶより経験をしていく方が大事だと思いますか？それともマーケティング論を学んで落とし込んで考えた方がいいと思いますか？まあ、どっちもじゃない。別になんというか、ね、どっちかっていうわけじゃないんで、マーケティングを、例えば本とかで勉強します。で、自分で実践します。で、経験に変えていく。が一番いいと。どっちかっていうわけでもない。ただ、どっちかに絶対に振り切らなきゃいけないって言われたらそれは経験。なんていうか、ね。そう、実践しないマーケティング論に全く何の意味もないんで。だからね、よくある笑い話ですけど、集客方法とかを語っている人が全然集客できてない。SNS のフォロワーの集め方を語っている人が、SNS のフォロワー100人みたい。まあそんなあったりしますけど、全くじゃないですか。説得力がないじゃないですか。だからそういう風になっちゃダメだなとは思うんで。中地さん、事業を行う際、信用がないことで苦労したとおっしゃってましたが、どうやって乗り越えてきましたか？高い売り上げを出して乗り越える形でしょうか？いや、違います。まあ、それもあるかもしれないんですけど、その、事業の年数重ねるっていうのもあるかもしれないですけど、もう普通に、それ系はどう乗り越えるって、もう数打ち当たるです。要は、例えば物件借りたいって言っても、賃貸の審査通りませんってなったら、もう他のところをお願いするだけです。もうそうしか方法がないんで。で、そこもダメだったら別に他のところ。だから法人の口座とかも断られたら、そりゃ片っ端から申し込んでいって通るとこ探すっていうだけです。乗り越えるったってそんなにね、簡単に信用もつかなければ売り上げも出ないじゃないですか。その売り上げ、その信用度を上げるために売り上げ上げようって言って、ね、いきなり年商1億円とか10億円になったりしない。だから、その難易度も高いし時間もかかる。もう普通に数打っちゃ当たる。まあ法人の口座作りにくいからって言って、全部落ちてどこも作れないなんてことはないんでね。今まで経験したことないです。会社もいくつかやってますけど、全部落ちるってことはまずない。価値がわかるがゆえ、お店でも即買いされそうですね。物を買うときに悩むか悩まないかみたいな。あんまり悩まないかな。価値がわかるからっていう感じではないかもしれない。なんか結局悩んだところでわからないから、買ってみてほんまに嫌だったら買い直せばいいやみたいな感じで思ってますね。でも、そんなこと言って買い直したことなんてほぼないんで、だから別に何でもいいんだと思う。パソコン買うときとかもそうなんですけど、このパソコン買って、失敗したらどうしようとかって思うけど、まあ別に、ほんまに嫌だったら、そのパソコン速攻売って、別の買えば、で、そんなにマイナスもないと思うので。でも多分、そんなことせずに、そのパソコン使うんだと思いますけどね。だからそれがあればあるなりに、ないならないなりにやるんで。太郎さんが中地さんめっちゃお金持ってるって言ってましたよ。いや、お金持ってないって。太郎さんに、なんていうの。
太郎さんって美容師の方の貯金を見せたわけでもないですし、まあ、持ってそうな雰囲気っていうだけでしょ。いやでも俺ずっと言うんだけどな、みんなにお金持ってないよって。マジ本当難しくて、お金持ってないよって言えば言うほど、いやいやみたいな、お金持ってるんでしょみたいな、お金持ってる感じになるし、お金持ってるって言ったら言ったらそれはやっぱりみたいになるじゃないですか。これ積んでんだよな、このどうするんだろう。否定してるけど、でも本当に持ってない、みんなが思ってるより全然持ってない、ね、これどこまでを換算するかがマジで難しいんですけど、この僕みたいな会社をやってる社長って自分の会社を持って自分の会社の株とか持ってるんで、そこまで換算するとなかなかの規模にはなるんですけど、でも現金っていう意味では本当持ってないです。多分みんなびっくりするぐらい持ってないです。こんなんでよくやってんなって思うぐらいです。ただ何億円も持ってないですしね、僕、まあ、使っちゃうんで。今回のあれもそうですけど、今回の店舗とかも、わかるんですけど、あれも店舗とかでお金出てくるわけですよ。だから入ってくると割と使うし、結局税金とかの支払いもあるし、みんなに給料とかも払ってるし、ボーナス払ってるしとかってなってくると出ていくお金めっちゃあるんで。あ、そりゃ入ってくるお金も、普通のサラリーマンとかね、よりは、サラリーマンとかフリーランスよりも全然多いと思うけど、でも出ていくお金がもう尋常じゃないんで。だから意外とそんなにお金持ってないです。だからほんまにめっちゃすごいぶっ飛んでお金稼いでるか、とにかく固定費とかがなくて一人で稼いでるか。だから人手さんみたいなタイプは、お金持ってるとかっていうと怒られるかもしれないけど、だからああいうタイプに関してはお金持っててもおかしくないかなと思います。人手さんとかって別に事業でお金使わないじゃないですか。人を雇ったりして固定費増やして人件費増やしてとかやらないじゃないですか、事業の展開として。だから基本的に利益率がめちゃくちゃ高いし、お金使うところがないんで、言ってもたまに旅行行くぐらいでしょ。でもたまに旅行行ったとそんな何十万とかじゃないですか。何百万かけてという旅行にそんなにね、毎月のように行くかって言ったら行かない。だからそういう人はやっぱお金貯まっていくと思いますけど、僕みたいなタイプはマジでお金貯まらないです。だから結構ずっと必死で働いてます。普通に。マジでファイヤーとは程遠い。ずっと。だからその事業をやるとか、まあ、事業を変えてやればあれなんだけど、最近だったら制作代行サービスとかやってるんで、もうそれで本当に一生、もうお金がドンと入ってきて、ドンと出ていってみたいな。で、どんどん規模を大きくしていくから。だから売り上げが、半年前はこのぐらいの売り上げでもよかったけど、今はこのぐらいの売り上げないとやばい。そんな感じ。だから分かりやすく言うと、例えば、まあこれ全然具体的な数字じゃないけど、半年前は100万円稼いでたら、全然、まあ収支トントンだったけど、今は200万円稼いでも、めっちゃ超赤字みたいな。そういう状態なんだ。普通にやばい。普通に大変。まあでもそうじゃないと、ね、会社はスケールしていかないんで、当然会社が規模が大きくなってくれば、出ていくお金も増えるから入ってくるお金、増やさなきゃいけないし。でも、会社の組織が大きくなったからで自動的に入ってくるお金が増えるわけでもないし、それが安定するわけでもないんで。だからそういうのもいろいろ考えながらやんなきゃいけないんで。実際会社経営結構大変ですよ。それがおもろいんだけど。それがおもろいんだけどね。でみんなが思ってるより、まあお金持ってないし、結構必死で働いてると思う。あ、やべえな、みたいな。これどうするみたいなことはすごい思ってる。なんか人生ほんと上がってるわけじゃないんで。全然ファイヤーもしてないですし。ただ言えば言うほど、またまた、みたいなことになるから難しい。でもこれちなみに、まあ、太郎さんがね、ご飯の後に生配信されていたことが悔しいって、美容室行くたびに話されていますっていうのは、これはね、俺もよく聞く。一緒にご飯食べに行ったんですよ。美容師やってる太郎さんと、あと、マッサージやってる安さんって方がいるんですけど、一緒にご飯食べてて、で、その時は、多分リベ大の学長もいて、何人かでご飯食べてたんですけど、4、5人で、5、6人ぐらいかでご飯食べてたんですけど、そのご飯が終わって、まあ、何軒か、2軒ぐらい行ったのかな行って、で、じゃあもう、10時ぐらいだと思うんですけど、じゃあもうお開きでっつって、まあそれぞれ帰ったんですけど、まあ帰った後に生配信したんですよ。ウェブショック TV の方で。まあ時間も、まあ10時ぐらいだったし、帰ってきて多分11時ぐらい風呂とか入って、まあ11時過ぎだったんで、まあまだね、そんなに遅くないから、配信できるなと思って配信したんですよ。それが、その、太郎さん的には、まあこれ結構ショックだったっていう話で、太郎さんって自分でお店やってるんですよ。自分で、あれいつだ ?1 年ぐらい前かな。自分でちゃんと店舗構えて、開業して、で、今も。まあ結構うまく順調にいってるらしいんですけど。だからそのみんなでご飯食べた後に、まあお酒とか飲んで。で、太郎さんも家に帰って、で、風呂入って。なんかソファーかなんかに寝転びながら、何気なくこうスマホを見てたら、その僕が配信してるのを見つけて、うわ、みたいな。もう完全に、そのご飯食べて、2軒行って、お酒とか飲んで、じゃあねって言って10時ぐらいに、もう終わりな感じだったけど、そっから仕事してるっていうところで絶望したって、絶望したっていう話を。で、家帰んなきゃよかったって。店舗に自分も戻って、だから働けばよかったって言ってて。だからお願いだから、一緒にね、その時に一緒にご飯食べ行った、マッサージやってる、その安さんって人が仕事してないでくれ。ガチで、その安さんも仕事してたら、僕みたいにね、僕配信してるし、安さんはなんか仕事してるしとかってなったら、
ガチで家帰ってたけど、店舗の方戻って仕事しようとしてたって言ってました。だから結論はね、なんかその、まあやってる人はみんなやってるよね、みたいな。まあ結果出してる人。まあ結果出してるって別に、そのお金持ちとかそういう話、成功してるとかそういう話じゃないけど、で、みんなそれぞれ、なんか店舗持ってて、まあ僕だったら会社やって。で、それで、まあうちの会社、10年ぐらいやってるんですけど、まあ、そうやって、まあ一応会社を存続させて、従業員雇ってとかってやってる人って。だから、ね、みんなはそういうのをいいなと思ってくれる人がいるかもしれないし、憧れてくれてる人がいるかもしれないけど、結構大変で、やっぱ裏でやることやってるっていう、ただただ。まあ、学長もそうじゃないですか、リベの。毎日配信してる。やばないですか？何年毎日配信してるみたいな。今日も明日も明後日も、一生配信するみたいな。大晦日に至っては、なんか年越しで、なんかカウントダウン何時間かやった後に、また元旦配信するみたいな。寝て起きてまた配信するみたいな。やっぱ若干イカれてるんですけど。まあでもそうじゃないとやっぱね、なかなかうまくいかない。うちもだからね、なんだかんだ Web 食 TV って YouTube チャンネルをね、4年ぐらい前か、2020年からずっとやってて、4年やってて。まあ今でも YouTube のチャンネル出してるし、なんならこっちの新チャンネルも増やして、動画の撮影も投稿頻度も上がってるんですけど、だからそれやんなくてもいいんですよ。もちろんそんなやんなくてもよくて、YouTube じゃあやります。これうまくいかせたいから毎日更新しなきゃいけない。毎日投稿しなきゃいけないなんて理由はないけど、で、毎日投稿しないんだったら、その分、めっちゃおもろいものを作って、めっちゃ再生されないとダメなわけで。だから仮に30日間毎日投稿して、まあ、綺麗に1本1万回再生されて、月間30万回再生されるとすると、これを2日に1回にするんだったら、2日に1回のやつで、1本2万回以上出さないと毎日出せやってるトントンにはならないわけですよ。だからそれできんのっていう話。これ会社で今よく話をするんだけど、そういう話。別にいい。その YouTube も別に毎日出すことにこだわらない。けど、更新頻度減らすんだったら、そんだけおもろい、企画を考えなきゃいけないし、再生数実際に取らなきゃいけない。じゃあそのアイデア出して。まあ YouTube に限らない。ほんと何でもそうなんだけど、例えば週休3日にしたいっていう社員がいるとするじゃないですか。別に社員、その週休3日でもいい。じゃあ週休3日にしても大丈夫なような。提案をちょうだい。こういうことすれば、今の週休2日よりも売り上げも上がって、全く問題なく動くから週休3日にしてほしいって言われたら、それは検討するんだけど。でもそれ何もない中でさ、週休3日にしてほしいって、ただ休みたいだけじゃんって。まあだから別にいいんだけど、そしたらその分給料下げるよって。まあ給料下げたらじゃあ週休3日にしていいかって言われたら、それはまた違うんだけど。なんで、普通にね、その、まあ作業量があればうまくいくわけじゃないけど、でもやっぱり作業量ないと、うまくいく確率ってめちゃくちゃ下がると思うので。なんかとにかく、その作業量を増やすっていうのはもうみんなやった方がいいだろうなと思います。結果出したい人は、ね、これ何においてもそれだけで絶対に結果出る確率が上がるから。だから今毎日例えば副業とかで2時間何かを頑張ってます。ウェブライターでも、セドリでもブログでも何でもいいんですけど、2時間1時間頑張ってますっていう人が2時間にしたら絶対に稼げる確率上がるわけ、結果出る確率上がるわけで、じゃあその方が良くない？めっちゃ単純だ。みんななんかすっごい難しいこと考えようとするけど、めっちゃ単純で、1時間、2時間すればいい。それだけで確率上がるんだったら、その方が良くないですか？っていうのを積み上げ、積み重ねていくだけ。じゃあ別にこれ作業時間だけじゃなくて、まあもちろん2時間より3時間、3時間より4時間だし。でもここに限界があったら、じゃあ他のところでそういうふうに、そのもっと今よりも改善できるとこないかっていうのを探して改善するんで。また、真面目に答えてしまった。ウェブ食 TV って何が違うんだって言われたら、ほんま何も違わない。こっちの新チャンネルだからこそのあれを見つけたい。流れるプールみたいに流れるし。そうなんですよ。これは大事なところで。だからキャッシュフローなんですよ。キャッシュフローって言葉聞いたことありますか ?CF のキャッシュフローって。キャッシュのフローなんですよ。要はずっとお金流れ続けるんです。あの会社経営の例えで、結構秀逸な例えでよく言われるのが、穴の開いたバケツ持ってるようなもんで。穴の開いたバケツ持って上から水を流すとどんどん水が流れるし、会社経営こういう感じなんです。で、その穴がめっちゃ大きい。まあ、結局だから、会社、そのバケツに入るお金が会社に入ってくるお金で、穴から抜けていくお金が出ていくお金なんだけど、その穴が大きければ大きいほど、言ったらもうすごい勢いで水流れてくるから、上からそれよりもすごい勢いで水入れないと、この中の水なくなっちゃう。でも穴が小さかったらそんなに水が抜けていかないから、入るお金。入るお金っていうか、水もそんなに多くなくても大丈夫。だから会社がやばい時はとにかく出ていくお金を小さくする。節約するとかもそうだし、無駄な出費、無駄な経費とか見直すっていうのもそうで、このバケツに開いた穴っていうのをちっちゃくしないと、いくら入れても無駄だと。これほんとね、すごい秀逸な。もうめちゃくちゃ思う。今自分で会社やってて。ああ、すごいな、みたいな。わーって、お金、その、水みたいにお金が流れてる。貧困西野さんが言うには、お金持ちとは多くのお金を動かせる人だそうです。その点社長である中地さん、9割の会社員よりお金持ちと言えます。そうかな？そうなのか？なんだ、イエスとも言いにくい。
いや、本当にお金持ちじゃないからな。お金持ちって感覚もなければ本当にお金持ちじゃないから。まあ、だからって別に貧乏かって言われたら貧乏でもないけど、マジで普通なんだと思う。だから、プラマイというか。あ、太郎さんの美容室オープン日、2月1日の午前中に中地さんからめっちゃ大きな花と、鉢植えの花がたくさん届いて、鉢植えの花の方だけ名前がなかったから太郎さん困った話も面白かった。はいはい、ありました。そうそうそう。あの美容室をね、オープンするっていうから、あ、じゃあ花を送りますよ、つって。花を送った。で、どのぐらい花を送ったとかっていうのを全く言わなくて、普通言わないじゃないですか、あんまり。だとにかく花を送りましたみたいな。まあだから都合いつ届けたら都合いいかって時間聞いて、大きい花とちっちゃい花を5個くらい送ったんです。なんか、どんな感じなのかなっていうのが分からなかったんで、なんかせっかくオープンだから、なんかまあ華やかな方がいいだろうと。でも、まあ大きいやつ、まあ要はスタンドの花でね、よくそのお店がオープンするとかに置いてあるようなやつなんですけど、あれを5個くらい送ってもいいんだけど、でもあんな5個送ったらさ、これ邪魔じゃないですか。だから、そのスタンドのでかいやつ1個と、お店の中とかに飾れるようなちっちゃめのやつを5個ぐらい送ったんですよ。ちょっと数忘れましたけど、いくつか送ったんですけど。で、そのちっちゃい方には名前書かなかったんです。大きいやつには、うちの会社名と名前、株式会社ミリル、中島っていうの書いたんですけど、ちっちゃいのには書かなかった。これなんでちっちゃいのに書かなかったかっていうと、ちっちゃいやつにもうちの名前書いたら、でかいやつもちっちゃいやつも、そのすごい、ね、メリル、メリル、みたいな、中島ってなって、こいつなんだってなっちゃうから、やらけじゃないけど、ね、知り合いにめっちゃたくさんお金を送らせて、華やかに見せてるみたいな感じになっても、あれだなと思ったんで、大きいやつだけ、と名前書いて、その他のやつは書かなかった。だけど、いや、その、いくつ送ったとかっていうのも全く言わなかったから、大きいやつは名前書いてあるから、まあこれは、ね、中地から来てるっていうのはわかるんだけど、なんかちっちゃいやつは名前なかったから、これ誰からなんやろみたいな。で、もちろん伝票みたいなとこには、いくつか書いてあるらしいんですけど、なんかそれは、その大きな花の中に含まれると思った。要は一人が何個も送ってると思ってないし、その大きなやつも、割と高めのやつを送ったんで、なんかそこに全部含まれてると思ったらしくて、名前のない鉢植えがいくつか、これ誰からなんだろうっていう、のが分からなくて、すごい困った。まあ最終的には、だから僕のだっていうのが分かって、あれだったんですけど、事なきを得たんです。でも、それで言うと、だから、その真相オープンでね、その開店で、その、あんまりね、花とかなくて、寂しいとあれだからなって言って、気を利かせていっぱい送ったんだけど、行ってみたら、もう、お花畑かっていうぐらい花並んでて、全くいらなかった。スタンドの花1個で十分。なんていうか、心配する必要全くなかった。愛されてた。まあもちろんそれも考えた上でだったんで、よかった。心配した自分が恥ずかしくなった。もし花とか全然なかったら、あれだなと。全然いらなかった。マジ花畑みたいな。店の前花で埋め尽くされた。まあ、ホワイトボードガラスで大正解だったと思います。動画から想像するオフィスのイメージが全然違う気がします。段違いにかっこいいです。まあそうね、かっこよさはある。まあただね、照明というか、蛍光灯がね、反射しちゃうのが、あれでなんとかしないと G 見にくいから、なぁとは思ってるけど。まあでも正直そんなに、まあ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 、ね、ホワイトボードじゃあいるかって言われたら別にね、なくても動画は成立するんで。まあなんか、動画映えというか、エンタメだけなんで。チャンネル登録よろしくお願いします。